イベントは小学生に災害を自分ごととしてもらおうと、北海道高校生ネットワークブロッサムが行っています。布と棒2本で短歌を作り、2人1組のチームがゴールを目指すゲームなどを通じて、小学生たちは防災について学んでいました。また拡張現実 AR の機器を使ったブースでは、津波の被害を視覚的に体験していました。あんなにも水が攻めてくるなんて思いませんでした。本当に地震と津波は怖いなと思いました。なので僕たちも気をつけたいです。イベントは札幌東区の海星小学校で午後2時46分まで行われています。